クロコダイル化は、爬虫蜜なアニメに分類されるとが、模式族は、ワニ族。背面は、大型の鱗で覆われているが、幅は狭い。興奮は種による変異が大きい。一例として、ジョンストンワニやアフリカ口長ワニ類では、興奮が細長いが、沼ワニは幅広い。口を閉じた時に、下顎の第四波が、外から見えるが、 例外もありアリゲーター化の一部では見える個体もいるため絶対的な区別方法ではない。含めにある輪盤に関熱器官がある。かかと行成傾向がある。外部形態や分子系統解析から一種のみでガビアル化を構成するインドガビアルを本科に含める説もあった。2003年にミトコンドリア DNA の 12S なの分子系統解析から 旧ナイルワニクロコデュルスナイロタカスが遺伝的異のある2系統に分かれるという解析結果が得られ分割する説が提唱された。この分子系統解析では旧アフリカ口長ワニクロコデュルスカッタフラクテスがワニ族ではなく西アフリカコビトワニに近縁とする解析結果も得られワニ族からの分割も提唱している。2018年に 旧アフリカ口長側にマサイストップス買ったフラクテスを2種に分割する説が提唱された。2019年に旧ニューギニアワニのパブアニューギニア南部個体群がクロコデュールスホリーとして新種記載された。以下の原生の分類群、英名はレプタイルデータベースに従う。和名は分類に変更のある種や吹きのある種を除き青木に従う。 日本では2021年の時点で、過単位で特定動物に指定されており、2019年6月には、愛顔目的での飼育が禁止された。ありがとうございます。